ゴールキーパーとして浦和、川崎などを渡り歩き、特に清水ではプロ生活の半分となる12年間守護神として活躍された西部洋平さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こういうのって緊張感が高まりますよね。そうですね、生配信初めてなので少し緊張はしてます。はい、はい、そんな少し緊張気味の西部さんから今日はいろいろと聞いていきますからね。はい、はい、さて、先ほど終わったばかりの清水町田の一戦、エスパルスにとっては首位の町田に挑むというまさに J1 昇格へ向けて試金石となる試合でした。いや、本当に激戦でしたよね。そうですね、本当にあの両チームのもうこの試合にかける気持ちですかね、はい、まあ、それが本当に伝わるような好ゲームで、僕も本当にあの解説しながら興奮してしまいましたね。はい、はい、というのも、まあ、先ほど私永井とそして西部洋平さん、私が実況担当で、そして西部さんが解説という立場で配信中継を行いました。ですのでスタジアムの臨場感、そして肌感覚含めていろいろな要素を含めて今日は皆さんにお伝えしていきたいというふうに思います。また皆さんからの質問も西部さんに伺いますので、コメント欄に質問をお願いしたいと思います。ちょうど画面上ですと西部さんの横あたりになりますかね、そこにコメントが反映されると思いますので、ぜひコメントをお寄せいただきたいと思います。いや、本当に試合興奮しましたので、私もね、ちょっと今喉がちょっとかすれているという状況ですけれども、うん、ただ試合をたっぷりと振り返っていきたいと思います。では改めてこちらでまずはスタメンから確認していきたいと思います。はい、清水はこのような、まあ、背番号ですけれども 4-2-3-1 という布陣です。一方の町田も 4-2-3-1 と、ですからミラーゲームということになりましたけれども、まずはこの最初の清水としては狙いとして、これ前節と同じスタメンで今日は挑んだんですよね。そうですね、まあ、前節、まあ、手応えをつかんだっていうのももちろんあると思いますけれども、やはりエスパルスのベースとしては4-2-3-1 っていうのがもう基本ベースなので、まずはこれで様子見ながら、まあ、相手がどう出てくるっていうのも、この試合に関してどう出てくるかっていうのも感じながら、まあ、ピッチの中で、まあ、やっていくっていう予定だったとは思うんですけど、まあ、立ち上がりから、はい、まあ、ゲーム動きましたよね。まあ、そのあたりで、はい、まあ、ゲームの展開っていうのはいろいろ目まぐるしく、まあ、変わっていったような感じですかね。はい、そしてサブ一つポイントとしては、今回西澤選手が3試合ぶりですからね、あのメンバー入りしてというところ で、このあたりがこの後の展開にどう響いていくかというところも後ほどお伝えしたいとは思いますが、いずれにしても前節、まあ、山口戦で 1-0 で、まあ、勝った、その流れを組んでというメンバーで臨みました。でここまでですけれども、まあ、皆さんもう、ね、ご存知だと思いますけれども、 1-0、 1-0、 3試合連続という非常に守備陣が踏ん張って無失点続きの中で、まあ、臨んだという今日の一戦ということになりました。それでは主な場面を見ていきたいと思います。まずは立ち上がり早々、先制点が町田に生まれました。ちょっとこのボードを、そうですね、今手元の方にあの映像が皆さんには見ることができないんですけれども、あの私と西部さんで、少し映像を振り返りながらこのボードの立ち位置を変えていきたいと思います。まずは前半4分ですね、ディフェンスラインこのようになっていて、でエリアのところに町田の選手がこういう感じですかね。そうですね、まあ、前線の選手も、まあ、ロングスローを警戒して、まあ、基本的にこういう状態で全員下がってたような状態ですかね。はい、まあ、原選手少し中に入ってでこういう状態ですかね。そうですね、町田もエリアの中にこういう感じですかね、結構ここに入っているような、うん、はい、おっとっとっとでここですね、ここからクロスボールが出ていったと。そうですね、まずあのここでロングス、あ、まあ、スローインになったんですけども、はい、まあ、その状態から、まあ、清水の選手としてはもうこれが町田のストロングっていうのはもう知ってるので、まずはロングスローに対して準備始めたんですよね。はい、でみんな、まあ、こう戻りながら自分たちのポジション取りながら、
だったんですけど、まあ、ここの乾選手のところですかね、まあ、少し寄っていったところに対してもうクイックで、まあ、鈴木選手が逆サイドからこう来たような状態だったんですけども、はい、ここに寄っていったところにクイックでスッと始めたんですよね。その時に、まあ、清水の選手は少し目を切ってたんですよね、まあ、ロングスローに対して準備するためになんですけども、うんうん、その一瞬の隙っていうのをまあ逃さずにクイックで始めて、まあ、シンプルに入れてっていう形ですからね、はい、まあ、少し後手踏んでるような形ですね、はい、まあ、ここで相手の松井蓮司選手がいて、でそのここに高橋大吾選手がいて、はい、で最終的には高橋大吾選手が、まあ、詰めたという形ではありましたよね、はい、そのこぼれで、はい、まあ、上がっていったところ、まあ、松井選手もそんな、簡単なボールじゃなかったんですよね、まあ、触れるようなボールではなかったんですけども、まあ、相手と五分五分のボールをしっかりこぼれ球にして、まあ、それにしっかり反応してっていう、まあ、まずはセットのところで少しエスパルスの選手たちも若干後手踏んでたので、まあ、町田の方がやはりゴール前に突っ込んでいく意識っていうのは高かったですね、うん、はい、またクロスを上げたのが鈴木純也選手、うん、まあ、清水ユース出身の選手で、はい、そして FC 東京から町田に加入してすぐ戦力になっている選手、うん、まあ、質の高いクロスを供給できる選手が上げたというところもありますので、うん、まあ、松井選手が競ってでこのこぼれで、まあ、こちらもね古巣対戦高橋大吾選手がまあ決めたというところもありました、うん、そうですね、うん、まあ、あの高橋大吾選手にあの前節終了後に話をちょっと聞いたんですけれども、やはり町田に入って守備のタスクが非常に多いと、例えばセカンドボールの回収もそうだしパスコースを規制すると、うん、はい、そういう守備のタスクが非常に多く求められている中で、ただ古巣対戦、やっぱりプロキャリアを始めた清水と戦うというその思いから攻撃的な部分でも、まあ、自分の持ち味を発揮したいというようなコメントも残していたので、うん、まさにそれが前半4分ですね、早々と結果につながったということはありました、うん、はい、そして、まあ、先制したのが町田でした、はい、そしてさらに23分またしても町田のプレーということになっていきます。ちょっとボードを動かしていきますね、はい、はい、少し時間かかるんですが皆さんお待ちください。すいません、こういう形ですね、はい、ここに3ディフェンスがこうなってますね。まずスタートはここからだったんですけども、まあ、ちょっと結構ダイナミックなサイドチェンジというか難しいボールをアウトサイドでかけて、まあ、スペースに流し込むようなボールですかね、でこう絞ってる状態からここにスペースあったんでこう走って、まあ、こういう状態の、まあ、清水のサイドバックの選手が間に合わないタイミングでサイドチェンジまずできたんですよね町田が、はい、まあ、その状態で、まあ、少し距離がある中で、まあ、仕掛けながら平川選手ですかね仕掛けながら、まあ、対応には行ったんですけどもこの、まあ、まあ局面ですよね1対1の局面でまあうん、競り方という、まあ、抜き切った、まあ上げ切ったですかね、まあ、クロス上げ切ったっていうのがまあ大きかったですね、まず、はい、まあ、人数的にも清水のディフェンス陣揃ってたんですけども、まあ、やはりラストのところで、まあ、紙一重の部分ではあるんですけどもなかなか、はい、まあ、エリキ選手なんかはやはりああいうところでいやらしいポイントにいるなというところですね、うん、まあ、この平川選手が山原選手とこのあたりのまあ駆け引きの中 でここに高橋大吾選手がいてエリキ選手という形で、はいはい、まあ、そこまであの大吾も潰れたような形ではなかったんですけどもねニアで、まあ、上げたクロスの質っていうんですかね、はい、まあ、股を抜け、まあ、また少し狙ってたような感じもするんですけどもまた抜けたっていうところでまあ、清水の鈴木選手、高橋選手の対応というのは非常に難しくなりましたよね、はい、まあ、ここもこの平川選手があの町田としては
バスケスバイロン選手が、うん、まあ、ここ何試合かずっと続けて出ていましたけれども、うん、やはりこの平川選手が今回は起用されたと、うん、特に前回の町田との対戦でゴールも奪っていますから、うん、まあ、そのあたりももしかしたら、まあ、黒田監督の頭の中にあったのかなという予測ですけれども、ただその平川選手がやはりここ勝負を仕掛けて持ち前のドリブルで、まあ、ここの勝負の中から折り返して、うん、で最終的にはエリキ選手が、うん、これで今シーズン4戦連発で18得点目、ね、はい、決定力ありますよね。ありますね、まあ、あそこに入れるっていうのはやはりまず嗅覚の問題ですかね、はい、もうフォワードとしてやはり必要なポイントっていうのはもうさすが18点取ってるだけあって持ってるなと思いますね、うん、そして、まあ、0対2というところで清水としては前半しかも早い段階でかなり劣勢に立たされるわけなんですけれども、ただこの後西部さん、エリキ選手が負傷交代ということがありましたよね、はい、そうですね、正直大きかったですね、もちろんエリキ選手怪我してしまったのは非常に個人的には残念なんですけども、まあ、清水としては、まあ、エリキ選手に少し手こずるシーンというのは多かったですし、まあ、そこで少し後手踏んでいる場面というのも多かったので、まあ、エリキ選手がいなくなったことで少し優位に立てる状況っていうのは多くなりましたよね、うん、まあ、そのポイント、まあ、エリキ選手がいなくなったことでだけではないんですけども、それは少しポイントになったのかな、まあ、両チームにとって非常に大きいポイントだったのかなと思いますね、うん、そしてその後少しこう町田にから清水に流れが変わる中で、はい、44分のプレーありましたね、はい、少しここもまた今度は、まあ、ここまで主勢に回っていた清水ですけれども、ここからゴールが生まれるという流れを、はい、見ていきたいと思います。少し映像を見ながらいきたいんですが、ちょっと止まってますね。そうですね、はい、ちょっと止まってますね。そうですね、はい、来ないですね、はい、ちょっと人数少なめで今回お送りしておりますので少し時間がかかってしまいますけれども、はい、じゃあここで一旦ちょっと映像自体を止めてもらって、はい、セットプレーですね、はい、かなり、まあ、かなり全体を動かさなきゃいけないかな。そうですね、まあ、フリーキックですからね、はい、キッカーは乾選手ここにいて、まあ、少しディフェンスの選手も上がっているので、まあ、全体的に上がってますね。そうですね、はい、高橋とレオンがここにいたんですかね。ここにちょっと、あ、そうですね、サンタナ選手がここにいて、はい、原選手どっちだろうな、逆サイドかな、同サイドかな、この辺にいたのかな。そうですね、うん、白がこの辺ですね。そうですね、はい、で原選手が多分同サイドのこの辺ですかね。高橋選手どっちにいるんですかね。あ、高橋選手もファーサイドにいますね。んそうですね、大外サンタナ選手で、うん、この辺にいますね。あ、そうですね、横が、はい、あ、そうですね、はい、で、まあ、この辺もあフリーキックだったんですけども、まあ、ちょっとセットしている間に、まあ、町田の選手も目切ったんですよね、はい、まあ、その間に、まあ、高橋が乾選手がこう気利かして、まあ、パッとクイックリスタートしたんですよね、はい、まあ、それで町田の選手も対応遅れましたよね、うん、まあ、一つ目のシュートシーンも、まあ、非常にいいボールで、まあ、いいシュートだったんですけども、まあ、ポープ選手が弾いたところ、まあ、カルリニョス選手です、ね、まあ、この状態からこう入って で高橋選手、そうですね、こういう状態ですね、こう来たんですね。あ、そうですね、はい、高橋選手に合わせてそのこぼれですね。そうですね、ここ でキーパーが弾いたところ、カルリニョス選手ですね、まあ、少し町田の選手が切った分、まあ、逆に
町田の先制点の逆ですかね、やはり少し隙を見せたタイミングっていうのを清水側はうまくつきましたね。はい、はい、まあ、お互いにやはりこの大事な一戦ではもう本当に一つのミスとか、まあ、一瞬の気の緩みっていうのはもう失点に直結するようなゲームでしたね。2点をまあ先行清水としてはエスパルスとしてはされた中で、ただ前半の本当に最後の最後でこの1点で取ったというのは大きな1点ということが言えますよね。ものすごく大きかったですね。前半やはりなかなか思い描いたサッカーっていうのは清水なかなかできてなかったんですよね。まあ、そんな中でこの時間帯の1点っていうのはもうかなり勢いを取り戻したようなゴールでしたね。まあ、特にエスパルスにとっては、まあ、前節までで54点中10得点セットプレー、これ率でいうと 18.5% ですので、うん、少し数字としては低いかなという中でセットプレーのこの流れの中から取れたというのはかなりこれは追い風になりますよね。そうですね、こういう、まあ、上位対決であったりとかこういう難しいゲームっていうのは、まあ、もちろん海外もそうですけどワールドカップもそうですけども、やはりセットプレーの重要性っていうのもかなり高くなってくるんですよね。まあ、そういうセットプレーの重要性が大事な今日はゲームだったと思うんですよね。まあ、そんな中でもちろん清水側は最初先制点を、まあ、セットプレー流れ、まあ、スローインの流れでやられたんですけども、まあ、この主戦の中で、まあ、もう一回盛り返すタイミングがセットプレーだったっていうのは非常に大きかったですね。はい、はい、ということで1対2で今度エンド変わって後半へと入っていくわけです。その中でプレーとしては後半16分、このゴールシーンを振り返っていきたいと思います。まあ、これも劇的な形でしたけれども、ね、少し戻していきたいと思います。はい、後半に入りますので、まあ、少しメンバーも変わっていますけれども、ね、まず清水としては3バックに変わりましたね。はい、3バックにしました、ね、はい、そして、中山選手に代わって北爪選手が投入されました。はい、まあ、ここ最近やはり前半はまあ 4-2-3-1 で来て、はい、で後半になって3バックに変えていく、うん、まあ、3-4-2-1 という形というのは、はい、まあ、こうおなじみといえばおなじみの形にこの試合も変えてきたというところはあると思いますけれども、はい、まあ、その中で16分のプレーですね、少し手元の映像を見ながら確認していければなと思いますが、いずれにしてもまずは立ち位置、まあ、かなり深い位置だったんであれですけど、まあ、こういう状態ですね。はい、うん、そうですね、これで、あ、そしてあとは、時間帯的には山原選手に代わって吉田選手も入ってますね。はい、ですのでこのような形ですかね。まあ、ここからスタートですね。はい、まあ、鈴木選手が乾、まあ、選手にシンプルに、まあ、パス出した状況ですね。はい、で、まあ、この状態でまずは乾選手が、まあ、個のスキルですね、もう個人のスキルとしてもうクッと体を反転させて入れ替わったんですよね。はい、まあ、その時点で、まあ、かなり状況的には、まあ、町田選手も後追い2枚してますし、まあ、後ろには人数いるんですけども、まあ、この個のスキルですよね、本当にここもそうですけど、まあ、ここまで運んだ後にこの、まあ、この選手を少し股抜きのような形で抜いて、まあ、仕掛けながら、まあ、町田の選手もこう後追いしてくるんですけど、はい、間に合わずに、まあ、もう一枚いたんですかね、こういう状況ですかね、うん、
で、まあ、少し距離ありましたよね。そうですね、まあ、隣ペナの外、まあ、5メートル10メートルぐらいあったんですかね、まあ、5メートルぐらいですかね、ペナから、まあ、そこからまあ思い切って打ったボールが、まあ、相手の足に当たって少しループ気味のゴールになりましたね。まあ、そのまま乾選手が運んでいって、うん、で相手の33番松井蓮司選手一つこうかわして、最後その松井選手に当たってのゴールという形 で、まあ、これも実際弾道を見ると入るかなどうかなというような感じでしたけれども、うん、そうですね、はい。まあ、選択肢は乾選手の中でもいくつかあったと思うんですよね。右サイド、白崎選手ですね、はい。まあ、こういう状態で上がってきてて、まあ、こっちに出す選択肢もあったと思うんですけど、まあ、かなり町田選手がこう締めてた中だったので、はい、まあ、こういう選択肢もあったと思うんですけども、まあ、自信がやはりあると思うんですよね、自分の選択っていう部分 で、ね、まあ、思い切って打ったのが、まあ、ゴールに行くって、まあ本当に、まあ、この辺も今の、まあ、乾選手の、まあ、メンタル的なところの充実感っていうんですかね、まあ、その辺も非常に感じますよね。確かにこの乾選手が運んだ時に、カルリーニョス選手とサンタナ選手、こういう感じですかね、うん、ここにいて、で、うん、浮き球で背後を狙うというパスの選択肢もあったようにも見えました。そうですね、はい、はい。まあ、カルもこの辺にいたんですけど、まあ、まず気を利かせて高橋のドリブルのコースを作るためにも少しこう引っ張ったんですよね相手、うん。まあ、中盤の選手も少しついていったんですけど、まあ、離してここから後追いしたような感じですね、高橋選手のことを。まあ、本当この、まあ、2人のスペースを作る動きっていうのも聞いてましたね。まあ、乾選手といえば7月のあの大分戦、はい、月間、はい、そうですね、ゴールということにもなりました、はい。まあ、あれも本当に自らドリブルで運んでいって、かなり長い距離を走っていって、そして、まあ、あのドリブルからゴールの右上の隅に非常に正確無比なコントロールショットを決めたというのがありましたから、まあそれも今回脳裏によぎったのかどうかと。そうですね、うん、まあ、あのイメージ通りにはいかなかったですけども、やはりこの、うん、やはりなんか ゴールに向かうプレーっていうんですかね、前向きなプレーっていうのが、まあ、ゴールにつながりましたよね。はい、そして、まあ、本当にこれを姿見てても、うん、気持ちが伝わりますね。特に少し熱いシーンが前半から多かったので、うん、そのいわゆる、まあ、フラストレーションも含めて、はい、かなりこの得点で爆発したと、うん、いうことがありました。はい、そして清水町田の一戦は2対2という展開になります。うん、そしてこの後いくつか清水のプレー振り返っていきたいと思うんですけれども、72分ですね、はい、後半の27分のプレー、吉田選手のクロスからチャンスシーンを作ったというような場面でもありました。うん、はい、セフン選手ですね、もうセフン選手に、セフン選手に変わってるんですかね。あ、そうですね、はい、はい。まあ、町田選手は、まあ、人数的にはしっかり揃ってますね、こういう状況で。まあ、少し後追いするような形ですけど、まあ、人数的にはもう町田の選手の方がやはり多いですよね。まあ、そんな中で、まあ、オセフン選手が入ったことで、まあ、この場面では生まれていると思うんですけども、まあ、吉田選手ももちろんやり直す選択肢もだと思いますし、まあ、もう一回カットインしながら逆サイドに振るっていう選択肢もあった中で、まあ、オセフン選手が入ってポイント、まあ、もちろんサンタナ選手もいますし、まあ、ポイントが2枚になったということで、まあ、まずはゴールにダイレクトに直結する縦パスっていうのを選んで、まあ、もちろんこの選択肢っていうのはもう間違ってなかったと思いますし、まあ、この2人がいるっていうことで起きた場面だったと思うので、まあ、いい場面ではあったんですけど、まあ、後ろからやっぱり来るボールだったので、まあ、オセフン選手も少し、まあ、自分の背中の状況というのはなかなか把握できない状態でボールが来たので、まあ、少し、まあ、クリーンヒットはできなかったですけどね、はい。まあまあ、フォワード2人のバランスとか、まあ、特徴が出たシーンの一つだったと思いますね。まあ、オセフン選手といえば、まあ、前節の山口戦、はい、
乾選手からのスルーパス、抜け出したのがオセフン選手で、はい、そしてカルリーニョス選手のゴールをアシストしたというところがありますけれども、はい、まあ、今回やはり高さという部分もストロングで持っていますから、まあ、そこでここに合わせていったというようなこの吉田選手からのボールではありましたよね。そうですね、うん、まあ、もちろん2人の特徴というのはもう吉田選手も分かってますし、それを最大限生かすための選択肢だったと思いますね、はいはい。まあ、ここを決めることはできませんでしたけれども、チャンスシーンを作ったというシーンでした。そして、その後ですね、後半39分のゴールシーンということになってきます。ここでまた少し動かしていきたいなと思います。まあ、これも清水エスパルスの攻めるシーンですけれども、はい、はい、ちょっとこう映像を皆さんにお届けできないのがちょっと心苦しいんですけれども、手元にあるシーンを見ながらボードで説明していきたいと思います。西澤選手が入っている、はい、はい、少し今映像を確認しながら、このシーンですね。まあ、なんといっても、投入された西澤選手、はい、はい、西澤選手、後ろに残ってるのかな、多分。そうですね、ファル側にですね、まあ、カルリーニョ選手が下がっていて、そうですね、主な前線で言うと、まあ、こんな感じですかね。そうですね、大外とこういう感じでしたかね、はい。まあ、まず僕注目したいのは北島選手の動きですかね、はい。西澤選手のスペースを作るためにここからフリーランでこうインナーラップしていったんですよね。まあ、その状況で相手ディフェンスがどうしても気になって、少しインサイドにこう引っ張られたんですよね。あ、そうですね、はい、はい。このフリーラン非常に効いてましたね。で、西澤選手が少し、まあ、余裕ある状態でボールを持てたっていうのがまず大きかったですね。まあ、その状態からもう多分西澤選手パス受けた、もうファーストタッチする前からもうファーストタッチしてクロスっていう、もう完全にイメージでいたと思いますね。しかもまあサンタナ選手を見えてますよね、多分この場面は。でサンタナ選手も、まあ、これすごくサンタナ選手の得意の動きなんですけども、少しこの辺でフラフラっとしてるんですよね、はい、あんまり下手にあんま動きすぎないというか、うん、でふわふわふわっとこうファーに相手の背後に入って、西田選手のトラップしたタイミングでスッとギアを上げてこの相手の前に入ると、もう本当にこれは日頃から多分この2人のコミュニケーションっていうんですかね、まあ、その意思疎通があるゴールだと思いますね。もう本当このタイミングでスッと入ったタイミングでスッと合わせないとなかなかできない場面なので、非常に素晴らしいクロスと、まあ、素晴らしいタイミングの入りでしたね。今映像を少しこう手元で見て確認すると、やはりサンタナ選手少し後ろに下がってから前に行くと、そうですね、はい、もうそんな大きな動きではないんですけども、ふわふわっと相手の背後ですね、まあ、相手の背後を取って緩急をつけて前にグッと入るような動きですね、はい。まあ、相手はやはり捕まえづらい動きですよね、これは。まあ、やはりその至る中でこの北爪選手の動きもありましたし、そうですね、はい、この北爪選手のフリーランというのは非常に大きかったと思いますね。あと私中継でもこれお届けしたんですけれども、西澤選手、まあ、まず何よりこういった大一番でユース出身の選手が輝くというところもありましたし、あと直近でいうと今月13日の中央大学との練習試合でもアシスト記録していますので、やはり監督が調子のいい選手を起用するということがこれまでいくつかありましたけれども、その調子の良さをおそらく買われて起用されたのかなと、まあ、予想していますけれども、それでまた結果を出すというところありますね。そうですね、僕も健太のことはよく知ってるんで、はい、あれなんですけど、本当に多分どういう状況でも腐らずに、まあ、チームのためにプレーしてたっていうところを、まあ、秋葉監督も見てたんじゃないかなと、まあ、その中で、まあ、本人も苦しい思いも
している時期もあったと思いますし、まあこうやって、まあ、ゴールではないですけども最高のアシストっていう部分でチームに貢献できたっていうのは、まあ、今後においても、まあ、エスパルスにとっても非常に、まあ、大きな仕事をしてくれたんじゃないかなと思いますね。そして決めたのがチアゴ・サンタナ選手、ここ3ヶ月間ゴールありませんでしたからね。そうですね、本人が一番苦しんでたと思いますけども、まあ、この1点、まあ、自分の形でしたからね、やはり自分の形で点取れたって、まあ、これまでも少しチャンスもあったんですけども、なかなか結果に結びつかなかった部分で、この大一番っていうんですかね、本当に重要な試合で結果出せたっていうのは、まあ、今後に期待ですね。あ、そうですね、ここ変えてなかったですね。まあ、本当です。はい、白崎選手に代わって出場した宮本選手もいるというところです。はい、そして最後にもう一シーンですね、はい、最後の最後アディショナルタイム追加タイムに入った時にカウンターのチャンスありましたね、はい、これ難しいですねボード難しいですね。ポープ選手も上がって相手 の、はい、ゴールキーパーポープ選手も上がって、もう本当ラストワンプレーかなと思ったんですよね。セットプレーフリーキックからのカウンターというところですので、はいはいはい、キッカー以外はもうほぼ全員こうこちら側が清水がもう守るとしますね。 あ、そうですね、こういう状況にしますね。こうしましょうか、はいはい、もうこういう状態ですね、はい、もうポープ選手も上がってきているような状態で、そうですね、そうですね、11人そうですね、全員が こういう形ですかね。全員入ってますね、もう戻ってますね、全員。すみません、細かくはちょっとあれですけども、そうですね、はい、ちょっと映像的にフリーキックの少し後のちょっと、この後の流れ、相手のクリアボール少しクリアミスになったところから、うん、あ、ここで一旦ちょっとストップさせてもらって、ここですね、相手の守り、これがそうですね、ここに下田選手がいて、鈴木選手ですかね、鈴木純也選手ですね、はい、で清水としてはと北爪選手がちょっとここその前に戻してほしいんですが、あ、そうですね、ここで一旦ちょっと止めてもらって、ボールを運んでで、ホナウド選手ですかね、そうですね、こういう形ですね。でボールを持っていたのがホナウド選手かな、そうですね、ホナウド選手から北爪、インナーラップした北爪、ね、こうですよね、こういう形な、ちょっとカウンターの局面だけでいうと、はい、ここにボールがこういってこうですね、で、まあ、この辺の、まあ、ワンツーとかもうまく抜け出して、まあ、インナーラップしてきた、こういう状態でこうですね、で、はい、ここからこうパスしてこういうような形、こういう状態ですね、そうですね、はい、でオセフ選手、まあ、2枚いたんですね、しっかりこう、はい、こういう状態で、でこのパスでこう入れ替わったんですね、こう、で、まあ、2対1の局面を作って、まあ、最後まあ、落ち着いて、まあ、確実な方を選んだんですね、北爪選手的には、はい、まあ、もちろん自らシュートの、はい、もう全然選択肢、もうポープ選手、相手ゴールキッパーのポープ選手ももういない状態だったので、もちろんこの、ファーストタッチ、2タッチ目ぐらいこの辺でゴールっていうイメージももちろんあったと思うんですけども、まあ、1人選手、鈴木選手ですかね、鈴木選手がぐっとコース切りに来たんですよね、はい、こういうちょっとこう回りながらこうコース切ってきたんですね、まあ、そのタイミングで、まあ、シュート打ってももしかしたら当たるかもと思って、もちろんオセフン選手の存在っていうのももう感じてたと思うので、もう確実に、まあ、
まあ、お願いしますという、はい、そうですね、はいもうはいはい、ような選択肢だったと思いますね、うん、まあ、この本当に起点となるというか一番最初のこのフリーキックの時にすでにポープ・ウィリアムズ選手は上がっていたので、はい、でこの数的、まあ、優位な状況を作れて最後は決めるかどうかというところはありましたけれども、ただいずれにしても清水エスパルスが、まあ、0-2 から3-2 に逆転勝ちしたという劇的な勝利ということになりました。試合終了後の秋葉監督の、まあ、表情も本当に気合に満ちているというか、いやーけどもうあの雰囲気でこのゲームをやれるっていうのはもうチーム力の何者でもないですし、まあ、ここまでいろんな思いしてきたチームだと思いますけども、まあ、それがあの喜び方とかチームの、ね、雰囲気につながったんじゃないかなと思います、まあ、僕も本当に興奮しましたしね。そうですね、はい、本当に気温だけじゃなくていろんな意味で暑さ汗がにじみ出るという放送席でもありました。さあ、ここで、いくつか質問、皆さんの質問も触れていきたいかなと思います。あ、西部さん解説お疲れ様でした、大変聞きやすかったですというコメントもありますね。ありがとうございます、はい、質問ですけれども、ちょっと待ってくださいね。あ、これ生放送なんですかこれという、はい、生配信でお伝えしております。はい、あ、西部さんから見て今日のターニングポイントになった場面どこだと思いますかという質問があります。そうですね、まあ、後で触れるところもあると思うので、まあ、その辺も含めてなんですけども、はい、まあ、まずは前半の1得点目ですかね、清水のやはりあの 2-0 で終わるのと、まあ、あの時間帯、まあ、一番、まあ、サッカーでは取られたくない時間帯ですよね、町田としては、まあ、その時間帯で流れの悪い中で清水が1点取れたっていうところはもう明らかに後半の勢いにつながってたなと思いますね、まあ、あそこの1点っていうのがまあ本当に今日の勝利につながったような、まあ、本当に大きなポイントだったと思いますね。まあ、その後で触れようかと話していた部分、はい、せっかくなんで今触れていきたいかなと思うんですけれども、あ、はい、今ご紹介した以外でも、まあ、今日の一つターニングポイント、はい、西部さんのピックアップする場面ですけれども、はい、いかがでしょうか。そうですね、後半ですね、前半、まあ、4-2-3-1 のミラーゲームで、まあ、追いついて、もちろんそのフォーメーションにも、まあ、手応えは正直清水的には秋葉監督的にはあんまり感じてなかったと思うんですよね、まあ、得点もセットプレー絡みでしたし、はい、まあ、そんな中で、まあ、ここ最近、まあ、ちょっと選手のはなんとなくでいいですけど、もう3バックにして、あ、そう、大丈夫ですね、すいません、ちょっと番号はあ、そうですね、あれですけども、少し修正をかけながら、吉田選手、こういう感じですね、はい、で白崎、こういう感じか。で後半立ち上がり、3バックに変えてきたんですよね、はい、秋葉監督、まあ、狙いとしては、まあ、
直接聞いてないので もちろん僕の想像でしかないんですけども、まあ、町田の、まあ、得意なはめ方というんですかね、まあ、高橋選手がこう出てきて、まあ、ボール清水が持っているとして、まあ、こういう状態で前半は4枚使って、まあ、相手の、エスパルスの4バックに対してこの2枚がボランチ、まあ、ホナード選手だったりとか、まあ、白崎選手のコースを切りながらかなりうまくはめてたんですよね、まあ、そういう状況で、まあ、フォーバック、まあ、清水もフォーバックだったってこともあってやはりなかなかこのサイドバックのところで優位性保てなかったんですよね、まあ、そんな中で少し全体が押し込まれるような状況が続いてたんですけども、まあ、後半3バックにしたことで、まあ、吉田選手だったり北爪選手とか、まあ、こういうポジションを取り出したんですよね。まあ、その時点で、まあ、おのずと全体的にもちろんラインアップできるんですけど、まあ、この2人がなかなかこうこの2人を消すことできなくてやはり少しずつこうずるずるずるっとこう下がってきたんですよね、はい。まあ、今日の清水の一つのポイントとしてもいかに相手自陣でボール持てるか、まあ、相手がもうここの4枚自分たちの4枚を使ってかなり圧力をかけてくるチームっていうのも分かったんで、まあ、こちら、まあ、エスパルスの時間帯をどんだけ作れるかっていうのが、まあ、前半はそれが、まあ、相手の守備にはまってなかなかできなかったんですよね。まあ、後半、まあ、フォーメーション変えたことで、まあ、この相手をしっかり下げる下げさすっていうところで、まあ、このフォーメーションというか非常にはまって、まあ、前半の終了間際のあの1点プラスフォーメーションを変えたことによって勢いっていうのはもうまあ、加速しましたよね、まあ、その辺でも、うん、まあ、プラスアルファ、まあ、大きい決断が成功したのかなと思いますね。うん、まあ、前半ミラーゲームということになりましたけれども後半から、まあ、立ち位置システムを変えてその優位性が、うん、まあ、その後に起きる得点へとつながっていったということはあるかもしれないですね。そうですね、あの前半は少し後手踏む状況局面っていうのがいろんなところで起きていたんですけども、まあ、フォーメーション変えたりとか、まあ、もちろんあの1点っていうのは大きかったんですけどもメンタル的にもその辺も含めて、まあ、明らかにエスパルスの方が、まあ、局面局面では優位に立っていたなというイメージですかね。そして、まあ、再び、ご覧になっている方の質問を聞いていきたいと思います。そうですね、あの清水の守備が良くなった理由知りたいですという方います。後半ですか、これ後半なのかここ最近なのかですけれども今日の守備の印象を伺ってもいいですかね。そうですね、まあ、局面局面では統率できてたと思うんですけどもまあ、今日の試合前半だけで言えばやはりあの町田の圧力っていうのが思ったよりもあったと思うんですよね。それにちょっとおっていうこう一瞬こう受けてしまうような部分が正直あったと思いますけど、まあ、ここ最近の試合で言うと、まあ、最後のところですかね、まあ、高橋選手鈴木選手の出来っていうのはやはり素晴らしいものがあって。まあ、もちろんチャンス作られる中でも最後のところでまあいい読みだったりとかまあ体投げ出したりとかまあそういう部分でうーん粘り強くなったといったら非常に簡単な言葉に少し聞こえてしまうかもしれないんですけどもまあその辺はまあ一体宇野ゼロでずっと3試合来てた要因にはなってます。まあ本当にセンターバックの出来っていうのは素晴らしかったと思いますよね。うん、またこの宇野ゼロ、まあ、今日はその失点というところ、はい、無失点では終えることはできなかったわけですけれどもそれまで岡山、東京ヴェルディ、山口と 1-0、宇野ゼロ3試合連続、はい、で実は私が岡山戦の前にですね、はい、練習を確認したときにちょうどディフェンス陣が、まあ、これ公開練習だったんですけれども、はい、集まってで
守備について話していて、まあ、これ青空ミーティングみたいな感じだったんですけれども、そこで特に、あったのが、まあ、数的不利な状況の時に優先的にどこをケアするかというような話をしていたのがすごく印象的で、まあ、それから岡山そして東京ヴェルディ山口と無失点が続いていたと。で以前あの2016年、はい、清水エスパルスが、まあ、J2 に、を戦うという時に西部さんが当時現役時代ですけれども、はい、青空ミーティングの重要性非常に語られていましたけれども、はい、やはり選手同士 その意思の統一であるとか、そういう話し合いというのは本当に大事なことっていうのはあるとは思いますけれども、うん、そうですね、非常に重要だと思います。こういうあの痺れる試合になればなるほどそのジャッジっていうのが非常に難しくなるんですよね。ゲームの中で何が正しいのかとか、どういうことをすればチームのためになるのかって、まあ、それがやはり全員がつながってないといけないんですよね。一人だけやはり違うイメージを持っててもうまくいきませんし、まあ、それはやはり全員がこの時間帯この状況は何しなきゃいけないっていうのを、まあ、積み重ねていくのことを積み重ねるためにもその全員でやはり話し合うっていう部分、まあ、本音だったりとか、まあ、言い合うっていう部分は非常に大事だと思いますね。まあ、本当にキーパーとディフェンスだけの話で言うと、まあ、少しのことだと思うんですけど、こうまあ相手がボール持ってて、まあ、どう考えてもこう外に追いやって、はい、まあ、こうサイドニアサイドに打たせて権田選手が止める、こういう場面よくあると思うんですけども、これもやはり練習の積み重ねだと思うんですよね。まあ、どこまで行かせたら権田選手だったら取ってくれる、まあ、この角度まで行ったら確実にセービングしてくれるんじゃないかっていう、まあ、そういう細かい部分の積み重ねがいろんなところで起きるっていう、まあ、その辺も、まあ、どこを消すっていうのを確認したっていう、まあ、その辺も、うん、まあ、いい方向に進んでいるとは思いますね。チームが確認できたっていうのも、この時間皆さんから多くのコメント質問寄せられています。できる限り紹介したいなと思うんですけれども、はい、例えば乾選手のシュートのようなものが飛んできた時のキーパーとしての心境はどうですかという質問があります。そうですね、局面は非常に難しいですね。やはりキーパーとしてはもちろん、アクシデント的なシュートではあると思うんですよ。でまずキーパーとしては乾選手がシュート打った瞬間にボールの行方をまず追うんですよね。まあ、少し乾選手は引っかかって、乾選手側から見たら左サイドにボールは飛んでったんですけども松井選手に当たって逆サイドに飛んでいく、はい、まあ、要はまずは右にポップ選手的には少し重心がこう動くわけですよね。まあ、その状態から逆に飛んでいくって、まあ、その時点で難しいんですけども、そこからまたちょっとタイミングが外れた少しループ気味なシュートが来たって、まあ、あれはまあキーパー心理からするとまあどうしようもないようなゴールといえばゴールだとは思いますね。はい、逆にですから町田とポープ選手としてはなかなか難しかったと、はい、そうですね、まあ、その前の状態ですね、まあ、乾選手のここのターンの部分、あとはまあここの股抜きをされた部分、まあ、そこでやはりどうにかしたいっていうのが、まあ、一つだと思いますね。まあそこまでやはり持ってかれたっていうところに問題があるんじゃないかなと思いますね。はい、あと、まあ、今日、ジャッジについてのコメントも、まあ、いくつかあるんですけれども、イエローカードの多い試合ではありました、はい、そのあたり、うん、何かお感じになったところってありますか。そうですね、前半はやはり、まあ、ボルテージというんですかね、もう全体の空気感、まあ、皆さんも、まあ、スタジアムに来た方もまあ、いろいろなゾーンで見た方もいると思うんですけども、非常に、まあ、現場すごい雰囲気だったんですよね。異様なやはり高まりがあって、まあ、その辺も含めて選手も、まあ、高ぶっている部分が、まあ、そのままゲームに入って少しまあエキサイティングする部分もあったと思いますけども、僕はまあこんくらいのゲームになるんじゃないかなと、まあ、町田のスタイルももちろんそうですし、うん、まあ、あれを受けて立ってっていう、まあまあ、いい意味でやり合った、まあ、その辺が、まあ、カードの多さにつながったと思いますけど、僕は決してなんかこう、まあ、
良くないイエローカードではなかったんじゃないかなと、まあ、あのこの試合にかける両チームの気持ちが、まあ、そうさせてしまったんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい、そして次の質問行く前に、配信始まってちょうど前半の時間ぐらいですかね、45分ぐらい経ったかなと思うんですが、はいはい、一旦もしよかったら飲水タイムを取ってください。、はい、ありがとうございます。でいくつか皆さんの質問 を確認していきたいなと思います。西部さんはあまり遅くまで拘束しないでねというような優しいご意見もあるんですけれども、もうちょっとお付き合いして全然大丈夫です、はいはい、いただきたいなと思います。はい、はい、そうですね、今どれぐらいの方がご覧になってるんですかね。ただ多くのメッセージありがとうございます。こういう配信を毎回しているんですかというようなご質問ありましたけれども、今回が初めてです。はい、ですので西部洋平さんにお付き合いいただきまして、まあ、こういうふうにして、まあ、地元静岡のクラブを、まあ、応援するという形で配信ができればなというふうに思いまして、はい、今回は西部さんにお付き合いしていただいています。眠いところをもうちょっと全然大丈夫です。はい、頑張っていただきたいと思います。はい、すみません、初めてなものでなかなかうまく言えない部分も、はい、あるんですけど、この配信を始める前に中継より緊張するなとおっしゃっていたんですけれども、さすがにもう45分経ちましたので少しその緊張もほぐれてきたかなと。そうですね、徐々に、はいはい、ほぐれてきました。飲水タイムも取っていただいてもう少しというところです。今日の、まあ、選手の雰囲気感とかも何か感じるところってありましたか。バスが到着して入ってくるタイミングというのは僕も見れなかったんですけども、ウォーミングアップから少し見る時間があったんですけど、非常にやはり、まあ、いい意味でリラックスしてました。思ったよりもっとなんかこうぐーっと集中しきってピリピリしているのかなとは思ったんですけども、なんかそこまで硬い雰囲気もなかったですし、今日やはりもう始まった瞬間に、まあ、みんなの顔がぐっと変わったので、そうですね、やはりオンオフっていうのはすごくはっきり見えた感じでしたね。はい、続いて18,000人近い今日は、まあ、今シーズン、はい、アイスタ日本平最多入場者数というところですけども、これに近い観客の中で日本平で試合したことありますかと。ですね、2010年ですかね、はい、僕がいた頃は18,000人1万9000人っていうのがしょっちゅうありました。まあ、そういう意味で言うと少し今は残念かなと。そうですね、やはりもちろん選手たちももっと頑張らないといけないですし、チームとしても頑張らないといけないですけども、やはり、まあ、熱いサポートしていただきたいなっていうのはもう僕も、まあ、アイスパレスの一サポーターとして思うところはありますけども、まあ、非常にまあ今でもJ2 リーグっていうところを考えると非常に素晴らしい環境で選手たちもサッカーさせていただいてますし、まあ、熱い声援もさすがエスパレスって思うぐらいの声援もたくさん、ね、味わってると思うので、けどまあもっともっと、まあ、エスパレスに興味を持って、うん、もっともっとエスパレスを好きな人が増えて、まあ、スタジアムに足を運んでくれる方が増えると僕も嬉しいなと思いますけどね。はい、まあ、本当にそのなんて言うんでしょう、サポーターが、まあ、選手をこう鼓舞して成長させてというところも一つの要素としてはあるわけですからね。まあ、一体となってまたこれ以上多くのサポーターがやはり日本平に詰めかけるといいですよね。うん、そうですね、もう今日みたいなゲームっていうのはもう本当に最高だったと思いますし、まあ、サポーターの方も一緒に作ったようなゲームだったので、まあ、こういうゲームを経験した選手だったりサポーターの方だったりっていうのがまたこうエスパルスを盛り上げていく一つの要因になると思うので、まあ、こういうゲームを選手はたくさん見せる必要があると思いますし、まあ、そのためにもやっぱりサポーターの皆さん の, その力っていうのは必要になってくると思いますね。はいはい、もう一つ二つぐらい質問をお願いしたいと思いますが、少し荒れた試合の時にゴールキーパーとしてフィールドプレーヤーにかける声、どういったものがあったりしますか。まあ、もちろん
チームのスタイルだったりとか、まあその選手の出てるキャラクターにももちろんよるんですけど、僕個人の僕のスタイルとしては基本的には落ち着かせる方向ですね。あの一緒になってガーッと言うんではなくて、どちらかといったら、まあ、少し冷静に相手が、興奮すればするほどこっちは落ち着いて、逆にその裏を取っていくっていう風な考え方だったので、うん、まあ、いろんなスタイル の選手がいるので、もうそこで、ね、ぐっともう一回強いことを言ってバチバチっていうゲームももちろん面白いですし、まあ、それはその時々その選手によって言い方を変えてましたね。うん、はい、当然、まあ、あの後ろからゴールキーパーとしては見えてるわけなので、はい、誰にどういう声かけをすればいいかというところの判断も、まあ、常に考えながら。そうですね、本当にあのやっぱもう今のエスパルスもそうですけど、キャラクターももちろん皆さん違いますし、まあ、持ってる性格っていうのも違うので、まあ、それぞれに対してもちろん多分権田選手とかももちろんその辺も考えながらコーチングしてるとは思いますけど、うん、まあそうですね、その辺は、うん、重要だと思いますね。チームの雰囲気を上げていくっていう部分も考えると、はい、はい、そしてあとはそうですね、ああこういうご意見もありますね。権田選手が3点目取って逆転した時に1階席に向かって煽ったのはしびれたという、あね、そういう場面あったんですね、うん、あそうやって一体感を作り上げていくっていうのも、まあ、大事ですよね、選手が。はい、はい、あとは、そうですね、もう一つ、まあ、もちろんいい面があった一方で少し気がかりな点としては、乾選手に、まあ、イエローカードが今日は提示されて、累積としては今後2試合不在ということになっていくわけです。はい、うん、まあ、ですからこの後の試合2試合ですね、秋田そして徳島の試合が予定されていますけれども、このあたりが心配だという方のご意見あります？そうですね、あの今日ももちろん注目選手に挙げさせてもらった選手なんですけれども、正直やはりここ最近のゲームを見ていても乾選手のパフォーマンスではもう本当に素晴らしいものがありましたし、抜けるっていうのは正直、まあ、チーム的には痛いとは思いますけども、まあ、その中で、まあ、この残り11試合戦っていく上で、まあ、同じような状況がなくはないと思うんですよね。まあ、もちろん怪我しないに越したことはない、もし怪我をしてしまった場合だったりとか中心選手が抜けてしまうという可能性もなくはないと思うんですよね。そんな中で、まあ、チームが、まあ、乾選手がいない状況でどういうふうなことをするって、まあ、そこで結果をつかんだ時のエスパルスっていうのはまた一つ多分パワーアップすると思うんですよね。まあ、少し乾選手、まあ、頼ってるっていう言い方はあんまり良くないかもしれないですけど、それぐらいのパフォーマンスは見せてくれてましたので、そうですね、まあ、いない中でどれだけのことを変わった選手チームができるかっていうのは本当、まあ、注目ですね、見たいですね、はい。まあ、確か前回 前節になりますかね、あ28節ですね、岡山戦の時は確か乾選手が不在で、はいはい、で白崎選手が一列上がって、はい、そのトップ下のポジションに入ったというところもありましたし、まあ、不在の時に他の選手がどのような役割として出るか、うん、もちろん 4-2-3-1 ではなく 4-4-2 の2トップも、はい、考えられるわけですし、うん、また今後の2試合というのは非常に楽しみということになるわけですよね。そうですね、はいはい、秋葉さんの采配っていうのは楽しみですね、はいはい。本当は皆さんのいろいろなご意見をすべて西部さんにぶつけたいということはありますけれども、少し西部さんにも長く拘束して、いえいえ、してしまっているので、このあたりで次に移りたいと思います。ではここでですね、改めて他会場の結果を確認していきたいと思います。今日の J2 リーグは9試合が行われました。
上位で見ると2位の岩田ジュビロ岩田対ヴァンフォーレ甲府、1-0 岩田勝利、4位の東京ヴェルディそして17位のいわきはスコアレスドローで、5位の大分と10位の岡山は、0-1 で岡山勝利で6位の長崎18位の栃木は1-2 で、栃木が勝利したとなっています。まあこの辺りで西部さんやはり、注目としては岩田甲府の試合ですかね。そうですね、岩田も前節、まあ、今日の町田に対して、まあ、悔しい敗戦して、まあ、そこからどういう、ね、ずるずるといかないためにも非常に重要な一戦というところで、はい、まあ、1-0 という、まあ、今内容はまだ見てないのでわからないんですけども、うん、非常に多分しびれる試合をしたと思うので、まあ、その辺もまあ、総合力っていうんですかね、はい、岩田の持ってる力っていうのももちろんあると思いますし、うん、まあ、本当今後の展開っていうのが、まあ、このエスパルスジュビロが勝ったことで非常に楽しみにはなりましたね、はい、そして今ご覧いただいているように今日の結果を反映した順位になります。町田首位に立っていますけれどもこれ一試合少ない上での勝ち点63なんですよね、はい、そうですね、はい、秋田戦が一つ流れたので、うん、はい、そしてその町田を追う岩田さらには清水という並びになっています。清水と町田が、まあ、これまで11離れていたのをここで8に縮めているというところはあります、はい、ですから本当に今日の勝利で J2 逆転優勝という望みをつないだという大きな試合ではありましたよね。そうですね、勝ったから言うんではないんですけども本当に今日もし負けるようなことがあったら正直優勝っていうのはかなり難しくなってたと思うんですよね、まあ、それは多分チームとしてももう分かってたと思うんですよね、まあ、そんな中で2点先制されて、まあ、このゲームができたっていうのは、まあ、僕らが想像する以上に多分すごい自信になってると思うんですよね。だからもう勢いはつくのは間違いないと思うので、まあ、今後が本当に僕は楽しみになりましたね。はい、その本当にまさに価値ある勝ち点3、まあ、本当3以上の価値があるんじゃないかという3をゲットしたと。いやすごい価値だと思いますね。展開的にもこの最高の勝ち方っていうんですかね、まあ、その雰囲気っていうのはもうかなり次の試合にもつなげられると思いますね。はい、終了後のインタビューで秋葉監督がもうおなじみの This is football 3回言いましたからね、はい、そうですね思わず言ったなって思いましたけど、ね、はい、でその後ろの方でちょっと声が漏れ聞こえたんですけれども、はい、言ったなっていう声が聞こえたんですがこれどうも乾選手が言ったらしいと。はい、ですが、まあ、本当に監督も選手もそしてサポーターも、まあ、興奮する興奮したという劇的な、まあ、勝利ということになりました、はい、まあ、特に前回の清水町田戦、はい、終了間際に決勝ゴールを決められてという悔しさが、まあ、清水の中ではあったと、うん、でやはり他のチームに勝っても秋葉監督がおっしゃっていましたけれども他のチームに勝ってもやはり町田に勝たないとこの悔しさを晴らすことはできない、うん、まさにそれを今日は有言実行実行したというゲーム展開ということにもなったと思います。そしてエスパルスの次節ですけれども8月今月の20日日曜日にアウェーで秋田と午後6時から対戦ということになります。秋田とは6月の対戦、まあ、0-1 で敗れているんですけれどもちょうどこの試合も配信の中継私とそして西部さんで担当させていただきました、はい、なかなか秋田もこう難しいという試合展開でしたよね。あの時はそうですね、試合始まる前から僕も少し難しい展開になるんじゃないかなっていうのは予想してたんですけども、うん、少し町田に少し似てるんですよね、まあ、ロングスローもあり、はい、まあ、ロングボールもあり、まあ、その辺の一瞬の隙っていうのは、まあ、うん、作れない相手なので、まあ、秋田も、まあ、その辺で、まあ、前回ホームで、まあ、うん、悔しい敗戦をしているので、まあ、同じことは、まあ、今の清水はもう続けないと思うので、
まあ、確実にアウェーですけども確実に勝ち点3取って帰ってきてくれるんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、はい。あの当時の清水秋田戦あの西部さんがおっしゃっていた中で一つ印象的だったのがあの秋田のプレータイムが非常にリーグでも少ないと、はい、なかなかこう自分たちの展開に持っていくことが難しかった。それ戦前に話されていて、はい、実際にゲーム展開もそのようになってしまったと、うん、ここをどう解消するかですよね。そうですね、うん、あの少しフラストレーションのたまるゲームにはなるんですよね。やはり、まあ、今日も、まあ、ロングスローがあった時もかなり時間かけながら町田もやってたように、まあ、こういう、まあ逆を言えば今日そのような展開を少し経験できたので、まあ、フラストレーションも前半ためながら戦ってたと思うんで、はい、まあ、そのこの今日の試合っていうのはまあ結果ももちろんそうですけども、まあ、展開的にも少し次の試合にもつながるようなところが僕は結構あったと思うので、そうですね、まあ、いい意味で少し秋田に対して町田で慣れたというか、まあそういう部分もあると思うので、まあ、僕は今日の町田との展開っていうのも次の秋田にはすごくいい方向に行くんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、乾選手が不在という懸念事項はありますけれども、はい、ただその秋田戦どう立ち向かっていくかというところはあります、うん、まあ 0-1 で敗れている借りを返せるかどうかというところですね。はい、はい、返してくれると思います。そして残りは11試合ということになっていきますけれども、この配信もそろそろ、はい、タイムアップという時間帯に入ってきましたがエスパルスへの今後の期待西部さんに伺っていきたいと思いますが、まあ、今日の試合を受けてそして劇的なこの逆転勝ちを受けての、まあ、今後というところですけどいかがでしょう。そうですね、もちろん、エスパルスとしてはもう優勝を目指しているチームだと思うんですよね、まあ、そんな中でなかなか、勝ち点積み上げられずにいたんですけどもやはり底力を見せながら少しずつポイント積み重ねてやっとここまで来たんですよね。だから残り11試合本当にまあ、チーム今も本当に一つになってますしこの勢いっていうのもものをこう途切らせないためにもやはり勝ち続けてポイント3取り続ければもう必ず優勝という部分も見えてくると思うので、まあ、一つ一つ大事に戦うっていうのは もちろんなんですけども最終的にまあ優勝っていうところをしっかり見据えながら今後も戦っていってほしいなと、まあ、今日のような熱いゲームをまたホームで僕も見たいなとは思ってますね、うん、はい、乾選手が試合後まあ勝てると思っていたというような言葉もありましたけれども、はい、やはり選手たちにとってもこうビハインドになっていてもやはり自信を持って戦い続けることができているんだなという印象を私受けたんですけれどもね。そうですね、うん、言葉の通りだと思いますね。それを、まあ、実行したからこそ今日の3対2があったと思いますし、うん、なんかこう見てもちろんうまくいってないなとは思ったと思うんですけども、はい、なんかこうブレるような部分はなかったですよね選手を見てても、まあ、その辺も今までの積み重ねてきた、まあ、結果だったりとか自分たちがやってきたところに、まあ、自信を持ってる、まあ、その辺も秋葉監督の、まあ、コントロールっていうんですかねその辺もやはりうまいんじゃないかなとは僕は思いますけどね。はい、はい、分かりました。皆さんのコメントの中からこの配信のアディショナルタイム何分ですかねというご質問もあったのでまあ3分程度というところで最後に西部さんに伺いたいと思いますけれども、まあ、またこういう配信をねしてくださいというご意見もありました。今日のこの、まあ、試合の解説 を終えた直後のまたアフタートークいかがだったでしょうか。非常に楽しかったですし、はい、まだ僕も興奮している状況で、はい、まあ、なかなかうまく伝えられなかった部分もあったと思いますけども、まあ、こんなね、こういう試合終わってすぐこういうのを皆さんにこれからもお伝えしながらエスパルス、まあ、静岡のサッカーっていうのを盛り上げながらやっていけたらいいなと思います。はい、はい、この配信また近々機会があったらこういう風にして皆さんにお届けしたいなと思います。まあ、特に中継終わった直後ですのでかなりその肌感覚であるとか、はい、そういうものが脳裏に残っていますのでそれをそのまま情報とともに皆さんにお届けできればという風に思います。ここまではエスパルスの守護神として活躍された西部洋平さんにたっぷりとお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。